ここからは道内のお天気です。こちらは今の札幌の様子です。昨日は霞んでほとんど見えなかった札幌ドームですが、今日もまだ少し霞んで見えています。道内には昨日から黄砂が飛んできています。こんにちは。昨日は札幌でも3年ぶりに黄砂が観測されました。今日もまだ道内は黄砂の影響を受けるところがありそうです。では黄砂の予想から見ていきます。今日正午の予想です。西の方から黄砂は弱まっていきますが、今日いっぱいまだ道東方面、釧路や根室では黄砂が飛来する予想です。昨日ほど濃い黄砂ではありませんので、空が霞んだり車が少し汚れる程度で済みそうですが、念のため呼吸器、そして循環器疾患のある方、そして子どもや高齢者の方は外出の際にお気をつけください。では今の釧路の様子です。こちら曇っています。そして景色は遠く霞んで見えていますね。では午後の天気と気温です。今日も晴れるところが多くなりますが、まだ空は黄砂で霞んで見えるかもしれません。気温は札幌で13度、函館で14度、帯広は今年一番を更新する17度の予想です。4月中旬から下旬並みの暖かさというところが多くなりそうです。ただ昨日と比べると2、3度低いところが多く、風は少しひんやり感じそうです。変わって今の帯広を見ながら週間予報です。明日も晴れて10度を超えますが、北風が吹いて体感はここ数日の中ではひんやりそうです。金曜日は南風が吹いて春本番の陽気、札幌は15度まで上がります。晴れの日が続きますので空気の乾燥にご注意ください。週末は土曜日に雨の降るところが多く、雨の止んだ後日曜日は札幌で9度など少し寒くなりそうです。さあ道内、金曜日にかけて空気の乾燥が続き、火事が起こりやすくなります。住宅火災の中で最も多いのがコンロ火災となります。この時間帯、夕飯の支度をする主婦の方も多いと思いますが、火のつけっぱなしなどには十分お気をつけください。お天気お伝えしました。